間秋田県のスカイパーク寒風山回転展望台にやってきました。でここは世界三景の一つとなっています。寒風山世界三景ですよ。すごいですね。で他の2つは何かと調べましたら、ノルウェーのフィヨルドとアメリカのグランドキャニオンだそうです。いやーすごいですね。でこれがずっと秋田の海岸線で、あれが八郎潟ですからね、ずっとこう風車が並んでいます。いや確かに素晴らしい眺めではあるんですが、あそこパラグライダーやってます。では回転展望台に上がることにします。550円でした。中央監督地は山手線が、はい、山手線がすっぽり入るそうです。これですね。あ、なまはげ。なまはげ。なまはげでーす。自虐ネタ。頭ついてたから、そのまま。はい。はい、螺旋階段を4階まで上がるそうです。ジオパークちょっと見ていきましょうか。ジオパーク地層が素晴らしい。これですもんね。こんな大きいのほとんどもう今埋め立てちゃったんですよね。今日それで今ここじゃない。今ここですよね。ここの生ハゲラインを通って、あで行けばいいけどね。ここの岬行って、これがなんかあの潮風なんか、はい。潮だ海岸絶景ラインというか潮風のとかなんとかいうところまで、あ。ちょうどいいコースになったじゃない。うん、それでここの道の駅、うん、うん、素晴らしい。ここだ、ここだ。はい。2万年前の氷河期の終わり頃から噴火活動を繰り返して形成された成層火山だそうです。あでもなかなかいろいろ見応えがありそうだよね。まあ、あの火口がすごいけどよ、うん、でも花の季節に来たらあるの、うん、見られるんじゃない。いやあのふかしはすごいけど、あの物としても結構いいですよね。あそこの世界三大化粧、世界三景の前で写真撮らないかい。そうあれはもう証拠でね、これで制覇ですって。なんか韓流ドラマの撮影があったんですか。マルタ船。石細工をしてた生ハゲの。はい、ではいよいよ展望台ですね。回転してますよ。回転、回転してます。懐かしいね。昔あの回転レストランとか言ってあったね。鳥海山はずっと向こうだけど、もうもやって見えないですね。秋田港、秋田港すごいよね。はい、あの
風車群が、はい、風車群がすごいです。座りとってもでこうやってくるっと一回回るようですね。これは動画的にはタイムラプスだな。はい、出てきました。では証拠のあそこで、はい、行ってください。そこでいいです。はい、世界3回カップ山。